でも街の表情って、例えば、なんか銀座だったらやっぱりショーウィンドウとその映り込んだ世界とか、それぞれ街ごとに魅力があって、なんかそこに惹かれるとカメラを向けるって感じですかね。まあ、夜砂っていう言葉を作って、まあ、早朝よりはなんか夜の方が街って活気があったりするので、光があってなんかシャドウがドーンと落ちてる感じが好き。まあ、このレンズ F14 じゃないですか。特に僕夜が多いので、やっぱりレンズの開放 F 値は明るい方がありがたいのね。 F2 でもその十分に明るいという考え方はあります。でも、やっぱり一絞りって大きいんですよね。でそれは、例えば ISO800 でいけるものが1600になる、 F2 だったら8分の1秒になっちゃうところが14だったら15分の1秒が切れる。でこの差はやっぱり大きい。明るいに越したことはないということで、やっぱり夜持っていくときは僕は今までで言うと 16mm、23mm の F1.4 を持っていくことが多かったですね。そこにちょうど 16mm だと広すぎる、 23mm だともうちょっと広角も欲しいなっていうときに、もし1本持ち歩いてブラブラするんだったらこの 18mm がちょうどいいかもしれないですね。で明るい方がありがたいんだけども、あんまり大きいレンズをつけて街を歩いてるのってやっぱりちょっと攻撃的に見えるところがあって、この14でありながら、まあ、この大きさであると、そして14から使えること、14からシャープだし、レンズ本来のなんか解像力が高いのがフジノンの単焦点の特徴だから、まあこれだけが特にというよりはね、まあ、これも期待通り、期待以上かな。でも本当にびっくりします。ボケってやっぱりね、距離によって変わるんですよね、ボケ味ってね。特にこの焦点距離で望むボケっていうのは、至近距離にピント合わせて奥のボケっていう感じなんですけど、その辺はね、ボケ始めから奥まで、いわゆるガシャガシャっとしたうるさいボケは一切出ない。まあね、最近の X シリーズはなんか AF で困ることっていうのはなかったし、まあ、特にねこの 18mm でいうと、マッチスナップを撮ってても、まあ、AF 迷うことはないし、 AF のスピードも速いし、まあ、あと静かだしね、満足してますね。ミラーレスになっても僕はカメラもレンズもなんかそのものとしてのかっこよさ、でそれはまあカメラ側もそうだけど、フジフィルムってなんかそういうところに僕はこだわってる会社かなって思ってて、誰も気づかないようなこだわりを追求する、まあ、それがフジノンレンズかなって